さあ向かってくる、そのまま入った、また長澤でした今ね、最後 ね1対1、遠藤のフリーキックから同点に追いつきました、すかさずガンバです。これで1対1、今遠藤が直接でしたかね、今トータルスコア2と出ましたが、ちょっとご覧いただきます、長澤がね、触れたように見えたんですが、これね、そうですよね。